いちばん。は?どころ飲んだよ。わざわざそんなこと言いに来るほど嫌いってことかよ。嫌いじゃないよ。私、春のこと嫌いじゃない。何も泣くことないでしょ?違う。なんか嬉しくて。あの時私は、確かに心が震えるのを感じたんだ。言い忘れてたんだけど、 この間は助けに来てくれてありがとう。嬉しかった。そして、最近、吉田春はすっかりおとなしくなったと、もっぱらの評判だ。今日は静かだね。あ、当たり前だろ。だってお前、よくわかんないけど勉強が大事なんだろ?お前の大事なもんは、俺も大事にすんだ。 なるほど。大事にするってそういうことか。なんだ?もういいのか?お腹空かない?もんじゃ、もんじゃ、もんじゃ。お前が途中で勉強やめるなんて、よっぽど腹が減ってたんだな。 ああ、まあ、っていうか勉強になってなかったし。え?あんたも嬉しそうだしね。え?何?あれ?ドキドキしねえ。 あれ?なんでだ?この間も思ったけど、俺全然お前にときめかねえ。え?なんでだろうな。前はあんなにドキドキしたのにな。でも、雫のことは大好きだぜ。おい、早く行こうぜ、雫。え?